結局まあ2人とも、ここ入れず今待ち状態です。そうですね、うん、あ、うまい。あ、一休さん一休さん、いい塩さん、いい塩、いい塩、これがね、一休さんですね。あー、確かに。うわ、山口百恵の連作ドラマ。山口百恵は中国でも有名なんだね。你好，我好，大家好，キムソンです。本日はですね、西安からお送りしております。今日は実は西安2日目、になりまして、1日目はね、鉄道で9時間かけて中継の方から、西安南駅まで移動しました。で、今日は朝一でね、朝一から動こうと思ってるんですけれども、まずね、西安ってたくさん歴史があると思うんですよ。いろんな時代の王朝がここを都にしてたし、いろんなね、三国志もそうですし、キングダムもそうですし、いろんなその歴史のドラマの舞台になってると思うんですけど、歴史が多すぎて、実際ここの西安という土地にどんな歴史があるかっていうのがね、あんまり僕もピンときてないところがあるんですよ。なので今日はですね、歴史博物館歴史博物館に行ってですね、ちょっとその歴史をね、まず勉強したいと思います。で、ここはですね、シャオチャイ、シャオチャイ、シャオチャイ、っていう地下鉄の駅、今その駅をね、上がってきたところが、ここがその地上になるんですけれども、もうこの駅からすぐですね、その歴史博物館があるみたいなので、今からね、ちょっとこっち行って、歴史博物館向かいたいと思います。で、今日は10月の13日ですなんですが、ちょっとね、寒いよね。ちょっと寒いね、中継に比べたらね。そう、なんかね、最低気温が8度とか書いてあったんで、急遽ね、冬服を出してきて、冬服持ってきたんですけど、こんなに寒くないもんね、重慶はね。確かに。で、西安、初めて来るんですけれども、初めて来たんですけれども、結構いい都市ですよね。僕はなんかそう、なんかいろいろ場所も近いし、その観光スポットも近いし、ここは結構いい都市だなと思います。久しぶりに中国国内を移動しまして西安に来たんですが、やっぱり街それぞれ、都市それぞれでね、全然違いますよ。やっぱ雰囲気が、雰囲気も違うし、やっぱ喋ってる言葉もう全然違いますね。方言がやっぱり重慶方言で、まあ、西安方言ってあるんで、で、西安はこのね、北の方になるんですよね。重慶からそのまま北にぐーっと上がったところが西安なので、やっぱこうちょっとこうより標準語に近いというか、すごいそういう標準語に近いようなこう方言になりますね。今5分ぐらい歩いてですね、到着したっぽいです。結構近いですね、いろいろ。あ、あれか、あ、これだ、これだ、ね、あー、いや、すごいでかい。あ、すごい奥まで続いてるやん、これ。まあ、観光客多いみたいな感じですね、このバス。そうやね、これ観光バスやね、確かに。観光バスですよ。観光バスがたくさん止まってね。どこってあるこっち？多分じゃないよね。でもこっちは駐車場でしょ。多分こっちやで。こっちが正門やね。ああ。道作りなのかもね。
木が街路樹がたくさんあって、で、まあ、歩道そんなに広いことないかな。中継とやっぱ違うのはこの自転車道がね、自転車道がやっぱあるかないかでだいぶ違うな。あー、この辺見てください。この辺ね、もう全部なんかこう歴史的なものがたくさんあるんですね。うわー、すげえ、めっちゃ人いる。めちゃくちゃ人がいますね。もう到着しましたよ。うわ、すごいでかい。到着します。到着しました。 QR コードを、おめでとうございます。 QR コードカードですよ。今ですね、あれから30分ぐらいかけてこの QR コード読み込んで登録するっていうのをやったんですけど、全然うまいこといかなくて、僕も朝日くんもで、浅井くんはうまいこと言ったんですけど、なんか時間切れでダメで、で僕のはまだ、昨日受けた PCR の結果が出てないんですよ。浅井くんと同じ時間に受けたんですけど、僕のだけなぜか出てなくてですね、で結局まあ2人とも、ここ入れず今待ち状態です。そうですね、ちょっともうお腹すい、非常にめんどくさいですね。お腹すいたんで、あの前で売ってた焼き芋買いました。これ美味しい、美味しい、食べる。コロナの状況は、状況下で観光は結構面倒くさいですね。特にこの西安結構厳しいです。ちょっと予想してた以上に厳しいです。重慶こんなんないんですけど、西安は厳しいね。確かに、やっぱこの市と市、その省それぞれのルールがあるんで、やっぱりすごいですね。昨日は駅前で出る時にずっと厳しいの状態で、確かにね、重慶そんなんないもんね。そんなんないです。しっかりコロナは防げるけど、でも観光とかに来たりとかこれ大変ですよ。全く入れないですよ。もう焼き芋食べるしかない。ちょっと待って、何してんのよお前。何してんの？これは。今からですね。ちょっと僕の、死産難産でね、やった PCR 検査の結果がまだ出ないので、入れないんですよね、博物館に。なので急遽今から近くの病院まで行って、PCR 検査受けて、その結果を持って行ったら入れるので、ちょっと今から急いで行ってきます。ちょっとこれ借りました、レンタルバイク。ちょっと急いで行ってきます。はい、行ってらっしゃい。はい、遅いなあ、あいつ。お昼になりました。お昼になりましたが、ここ今日はね、サオズミエン、どういえばサオ、サオズミエン、サオズミエンという、これはおそらく西安の西安のものだと思います。ちょっとこれね、食べたいと思います。はい、行きましょう。あ、人多いね。你要吃什么？招牌吧。什么招牌？招牌肉包子面，两个。你是有汤的还是干的？有汤的吧。有汤的，一个有汤的，一个干的。一个干的，一个汤的。哎。58个。とりあえずですね、まず博物館入れませんでした。っていうのもまだですね、西安南駅でやった、PCR 検査の結果が出てないんですよね。僕のこのスマホに反映されないんですよ。で、朝日くんのはもう反映されてて、僕のだけ反映されてないんで、とりあえず僕も病院に行ってですね、新しく、行ってきました。こういうね、カードをもらって、で PCR 検査を受けてきてですね、でこの結果が出るのが今日の夜の11時です。で11時に病院に行って PCR 検査の結果取ったら、まあ OK ということで、かなり厳しいっすやんね、かなり厳しいっすよ。
まあ今日はね、だから博物館とかいろいろね、城壁を見て回るっていう予定立ててたんですけど、もうそれも無理で、今日はもうちょっと食べたり、まあその入場料とかがね、いらないところに行ってね、ちょっといろいろ観光したいと思います。はい、さあ来ました、サオズミ。そうですよね。そうです。まあスープありとスープなし頼みました。ね、じゃあ早速いただきます。何これ、これは豚肉、豆腐、人参、これはニラみたいなのかな、長ネギかな。いや、僕には分からないですね。ちょっとこれね、まあ器がめちゃくちゃ大きいですよ、まあ、これ混ぜるために多分こうやって大きくしてあると思う。さあこれ思いっきりね混ぜていく。いや、よし、うまそう。うん、あ、うまい。これは日本のご飯にないかな、こういう味は。あ、絶対ないっすよ。うん、おいしいっすわ。あ、これおいしい。で、これ辛くないんで、日本の方もこれは好きですね。でニラがこれものすごいおいしい。はい、じゃあ朝日くんのはね、こんな感じで。ラー油、このラー油美味しいですよね。確かに、ね、多くしてもらった。ガンダチャータパマスで。やっぱ重慶人やからね、辛くないとね食べれないんだよね。味がないっていうからね。味がない、そう。じゃあどうぞ食べてください。これはうまいな。あ、うまい、好き、うん、おー、この味いいですよ。結構朝日くんはね口うるさいんですよ、食わず嫌いのものが多くてですね。ごちそうさまでした。美味しくいただきました。なかなか美味しかったですよ。なんか味はね、混ぜそば、なんか台湾混ぜそばみたいな感じの味、まあ、ちょっと違いますけど、なんかそういう感じの味がしました。まあ、なかなか美味しかったので、まあ、日本でね、なんかこういうお店があればぜひ見てみてください。これが大型シャンス、大型シャンスっていう、お寺みたいですね。あ、入れないですね。いや、入り口はもっと前だよ。入り口もっと前にあって。あ、すごい本が売ってる、たくさん。こんな感じで。たくさん本が売ってますよ。古い本ですよね。そうやね。見る？ちょっと見ようか。歴代名家の処方。おお。筆の持ち方とかまで書いてある。やっぱりね、まあ、こうやって見るとやっぱ漢字文化ですよね、日本も。こうやって分かるもんな、何か。ブーね、都。なるほどね。小人说这个是，いや懐かしいな。うわ、すげえ写真ある。何これ。ああ、そういうことか。だから一枚一枚あのテレビの画像を切り取って、で下に説明が書いてある。画的也有。そういうの見たことある？これ見たことあるの？这个多少钱一个？
ウォーカーや。これは。あ、これ漫画やね。漫画。見たことあるよ。80年代多いですよこの本で。子供たちにまあ好きで。これは中国の漫画ですよね。昔の漫画《小人书》的。小人书，对，画的非常久远。我记得我这好像阿信，这个是日本的。阿信，阿信って何？阿信。好像台湾的歌手。違う。これ。这个也很经典，霍元甲。これ日本の。日本の。日本大正三年とか書いてある。あ、これ日本のやお前。阿信。おしんか。おしん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 か。あ、一休さん。一休さん。一休さん。一休。一休。これはね、一休さんですね。ああ、確かに。うわ、ほんまや、これ。アニメや。アニメの一休さんが。すごいな、これ。昔の漫画ですよ。これ面白いな。小人书よ。これ面白い。我以前也有。后来不见了。不知道为什么。这个是我们小时候看的。你家里要有的话，说明你家里是老人。八十年代、九十年代应该很有那种。这个五块对吧？那给我两个。这个呢？考虑一下。日本の映画昔の。これは。山口。山口恵子。山口恵子やったっけ？三口百惠。百惠ヤクンの百惠あー桃江か山口桃江山口桃江山口結構誰ああ山口桃江のハマハマな给我这个三个吧好的これ買います一つ五元なんでなんか面白いやバリ古いよこれ本当很老了很老了八十年代的，八十年代的。嗯，扫还是扫吧，扫吧。呀，哈哈哈，面白。我对山口百惠比较熟，看的第一部电视连续剧就是《雪姨》。雪姨刚才的这个吗？嗯，对。哦，当时的那个连续剧，二十岁的样子，特别漂亮。连载过多了嘛？山口百惠は中国でも有名なんだね。你肯定没看过，你估计没看过吧？结婚之后回来看，我也没看过。退出影坛了，所以好多年轻人是不认识。七八十年代吧？八十年代。八十年代。啊，八几年？好，收到。这样。嗯，不用客气。それは。でこれめっちゃでかいそれか。这个也卖的吗？啊，卖的。へえ。石头的，你可以看一下，要不要我走路？一点。这个叫暗投石。啊，一石ですよ。これめちゃくちゃ重い。これめっちゃ重いよ。很重吗？哦，很重。重い。石头。確かに。哇，これは重たいね。まあ、ペーパーストーンっていうのかな。这个是那个哦，不是印章啊。不是。我以为是印章。它就是那个桌上放的。啊。面白呢。装饰品。这个呢，硬币啊。这是工艺品，不是真的。哦，不是真的，假的。啊，这要是真的，一个要好几百块呢。哈哈哈！啊，これ本物やったら絶対めっちゃ高いよね。確かに。いや、論語あるよ、論語。論語。論語か。那后面印刷是你说的。面白いね。あ、西遊記。西遊記。うん。で、水滸伝。水滸伝。有名ですか？书还有这种，这是俄语的。俄语的。嗯。ロシア語。年代比较早。哇。一个1918年的，还有一个是1905年的，这是1905年的。哇，1905年，那个1905年。すごいな。歴史が詰まってますよね。でも本ってやっぱすごいな。じゃあ他保存的很好啊。100年以前的书。啊，100。
还是有点散了。嗯，学习俄语的，嗯，俄语的词典对吧？那个保护的好一点，这个有点散，那个还可以，那个应该是一个教材一类的，当时的教材。还在上面有地图，有人文，有历史，看不懂哎，俄语完全看不懂。这个没有一个汉字。すごいね、歴史感じるね。面白い。やっぱこういうところがあるのはなんか西安ならではな感じすんな。だこういうところってやっぱ重慶にないもんな。ないです。こういうの売ってたりとか。あんまりないですね。あんまりないよね。あっちで。外ってあんまりない。そうやね。あれかな。これやね。すげえすげえすげえ。愛光禅寺、お寺。あ、そうか。愛光禅寺か。確かに確かに。日本の、空海弘法大師ですよね。空海もここに来て学んだということを書かれてますね。